なんか来たと思って。どっちね。今日は配信されてますね。始めてます。なんかこれあれかな？ずれてるだけかな？ああ、ごめんなさい。こんばんは。はい、お疲れ様です。あ、こっちでは入ってからですね。ん、何バッテリー、あれ混ぜた、これが多分そうだったじゃない。いや、こっちは大丈夫。あっち、うん、あっち、うん、バッテリーかな、これかな、なんだこれ、うつらんぱいしてる。なんかこっちの急にあれでしたね。そうなっちゃいました。これの線は取れた。まだ映ってないですね。バッテリーがとかって書かれてましたよ。そうですね。ということは電源、電源とかあれが切れてるんだと思うんだけど。よ、これだ、電源とかあるのかな。映んないですね。なんかそう。いいですよね。すいません、ちょっと場合によっては。もう一つの。あれもないんですよね、ついてないですよね。じゃあもうこれでどうにか2つを。あの2人を映すように変えてもらって、これがですね、できないんですよね、実は。ちょっと待ってよ、これを引っ張ればいいのかな。線がですね、いや難しいな。すいません、ちょっとお嬢さん、今日は田村さんを優先させてください。これなんでこうなった、こんばんは。9月20日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気の源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報を私たちがお届けする番組です。今日のパーソナリティは3つユニの2人でお届けします。それでは番組が始まる前に告知タイムです。というかね、告知が忘れてしまったので、はい、あの3つの告知をどうぞ。はい、私の告知はですね、あの浦添の町ゼミに今参加してます。来週再来週と、あるんですけれど、月曜日ですね、10時から、3回に分けて講座設けてます。10時、1時、3時となってますので、もし眉レッスン興味がある方ぜひ、連絡ください。はい、ありがとうございます。はい、ツイキャス来てますね。ジャガーさん、こんばんは。美女の皆様、今夜もハッスル楽しみにしてまーす、ということでありがとうございます。で、みっちゃん、こんばんは、よろしくお願いします、はい。まあ、みっちゃんの綺麗な声でね、あの喋れないで、こんばんは、よろしくお願いいたします、こんな感じかな。耳の方で変換して聞いていただければなと思いますね。はい、
うん、そうですね。あと、まあ、告知といえば告知なんですけど、というか今ね、なんと正規さんが一生懸命カメラの調整をしているということで、だから今ツイキャスには私の姿しか映ってないんですけれど、あ、シーポタさんですか、コンティニー公演ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大関さん大丈夫ですよ今日は。あ、いえいえ、まあ、ありがとうございます。なんか一生懸命やってるので、はい、あの番組終わるまでによろしくお願いいたします。そうで、今夜はワンカメ、本当ね数カメでやってたんだけど、急にあのパタッと、ね、消えてしまって、番組始まる前にですね、せっかくの美女が一人しか見れないということで、今頑張って修復中ですので、あのマスクつけた美女一人だけあの、はい、我慢しておいてください。もうちょっとでね、もうちょっとであの治るそうですから、期待しておきましょう。さて、先週はどう過ごされましたか。はい、そうですね、私もまあいろいろあったんですけれど、先週というか今日ですね、あ、疲れたあ、もう嫌だとか言って、なんて言って車のね、あのキーレスの、ものが壊れちゃって、今台車なんですけれど、これでですね、はい、あのダイハツの担当者とめっちゃ喧嘩しまして疲れました。はい、そうなんだ、はい、今台車、台車、あ、私ね、ユリの車がないから、もしかしていないのかなと思ってもうドキドキして上がってきました、って感じですね。そうで、さっきね、あの娘もちょっとあの車使ったんですけど、初心者マークあっちの車に着いたままっていう感じでですね、はい、もう、しょうがないじゃないね、本当にもう、はい、私の方はですね、私も車トラブルでというか、車買い替えするんですけれど、まあ、もしかしたら17日に届くかもしれないということで期待していきました、ね、はい、で17日に車庫の台車の車検も切れるところだ、切れる日だったのでそうそうそう、それで行きましたら、なんと、もうあちらの方もまさか車検17日だとは思わなかったらしくて、そうそうそう、それで全然もう準備されてなくて、もう結局はどうしたんですか。ああ、もうちょっとクーラーがちょっと消え、なんていうのかな、つかない車をちょっと一日ちょっと交代してもらって、それはつらい。その後ですね、まあ、23日には新しい車が来るということで、それまでの辛抱です。はい、なんかで、そんなに長くもう我慢しなきゃいけないんです。そうでもね、早いらしいんですよ今、なんかね、半導体がね、ちょっと入らないらしくって、それでですね、ちょっと色を選べないまま、一番早いのが1ヶ月、ちょっとね、色を選んだりすると3ヶ月から4ヶ月待つっていうことで、選ぶ余地がなくてですね、はい、いろいろあのみっちゃんから応援の、ツイキャスが入ってまして、さっき3つ映ってましたよ、関さんファイティン、ありがとうございます。すみません、ちょっとこれどうしたら映るの、はい、頑張ります。あとは、ゆり痩せてるの分かる、素敵だよって、わーい画面越しに分かってくれてありがとうということで、はい、5キロ落としました、ゆり、それから、わお、車検に気がついてよかったですということで、本当ね、あの、なんで車屋さんが車検を気がつかないのって不思議なんですけど ね、本当本当やばいです、やばいです、はい、あとはもうお任せできるかなということでね、早くあの、画面直るといいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、公式 Facebook ページ以上の規定を解説していますので、こちらの方を見てくださいね。コメントは Facebook やツイキャスにコメントいただければ番組内で紹介いたします。そしてスポンサーも募集してますよ。それでは免疫力の上がる
番組をお楽しみください。オープニングは雨のラミエチェイスタチェイスでした。それではチームどうぞ。翔さんすいません、ちょっとあっちのカメラで映しますんで、はい、こっちに映ってもらうのが大丈夫ですか。すいません、あっちのカメラがなんか入れそうなんで、はい、すいませんね、ちょっと申し訳ないです。慣れないかな、こっちの方は。よしよし、すいません、ちょっと山村さんも喋りにくいかもしれませんが、ちょっと今日だけ飛んでしていきましょう。もう、3つ頑張ってる。リエ、ありがとう。ちょっとリエ、お疲れ様です。今日もツイキャスターズに参加しました。ちょっと2人聞いてないけどね。はい、リエがお疲れ様です。今日もツイキャス参加しますってことで、よろしく。お願いします。時刻は8時9分になろうとしていますね、はい、関さんこれ三つ、はい、あのぼやけてますよ、うん、いいのいいの、そうなんですよ、ちょっとピンチがですね、いい感じでいいです、そうそう、ほかすけなくても大丈夫大丈夫、関さん大丈夫です、ね、全然、うん、ぼやーっとしてて合ってない、まあそれでもいいのかな、はい、ユーリンカメラ OK で、おお美女ツーショットまで来たけれど、はい、あのみっちゃんから、私の近況、昨日海を見ながらランチしてきました。3連休でダイビングされる方が多く、海岸沿いは車でいっぱいでした。観光客らしい方も多いみたいですということなんですね。そうなんですね、はい、あ、トロンボンさんから、こんばんは、月が綺麗ですね、あ、うん、そっか、あ、明日かな、明日15日ですね、うん、今日は今日14日だよね、うん、慌てた、ちょっとね、うん、ほら、リエが密はフィルター必要ないですよということで、あとで、あのリエ、あの明るくなった近況も近況も教えてくださいね、よろしくお願いいたします。はい、今日の起きてはなんか、この月が綺麗ですねって聞かれたから、すごくあの九州の満月のお話ししたくなってしまったんだけれど、今日はですね、敬老の日ということで、はい、おじいちゃんおばあちゃんにまつわるお話、またおばあちゃんの知恵袋とか、そういったことを、テーマとしております。はい、なんかあのそれ言うとね、あの3つのおばあちゃんもう、ね、あのパワフルおばあちゃんの話があのすごくいっぱい、聞かれててですね、飽きないくらいというかうちのおばあちゃんやっぱり2人とも長生きでしたね、うん、ゆりんのおばあちゃんは、私のおばあちゃんはもうあのどっちも亡くなってはいるんですけれど、おいくつまでいられましたですね、80いくつかまでですね、もうあの父方のおばあちゃんもちょっと長生きはしたんですけど、うん、ちょっともう最後は病院になったので、うん、でまあ、あの母方の方はですね、一緒に暮らしてたっていうのもあって、うん、で私があの内地に行ってた頃に時に、うん、まあ、亡くなったんですね、うん、それもあの、まあ、年の瀬12月にですね、亡くなって、で慌てて、まあ、あの仕事休み届け出して、うん、まあ、沖縄に帰ってきたわけなんですけれど、うん、ああもう慌ただしかった
というか、うん、であの頃はやっぱりね、あのなんていうのかな、介護のこととか、あの病気をしてる人の気持ちっていうのは全くわからないもんだから、うん、もう痛い対応っていうのをね、うん、あの押さえつけたりとか、そういう感じでやってたので、ちょっと、うん、まあ、あの主に見てたのは妹だったんですけれど、うん、もう妹が、ああこんなことしなければよかったって言ってすごく後悔してて、あ、そっか、やっぱりね、あの現在ね、あのヤングケアラーっていう問題もいっぱい起こっているんですけれど、うん、まあ、それ以前にやっぱりあの病人との付き合い方っていうのも知っておかなきゃいけないかなっていうふうに思いましたね。で、あの、まあ、あのおばあちゃんの方は、まあ、かなり、私があの大きくなるまでは生きてたんですけれど、おじいの方がですね、私が中学の頃に亡くなってですね、それもやっぱりね、うん、本当にあっという間だったので、私も本当に、ちゃんと見送ることもできなかったなっていうふうな思いがあります。で、あの、まあ、お医者さんからはもう長くないから、あの好きなお酒も飲ませていいよって言われてたのに、まあ、どうしても家族がいやだダメダメっていう感じで、ね、今も私だったらどうするかなと思って、ちょっとたしなみ程度お酒飲ませてあげてたのかなっていうふうに、うん、考えたりしますね。リエから入ってますね、うん、うちの場は天然でデーファーで可愛い人でした、うん、そうですね、あのそういう可愛いおばあちゃんがですね、あの、主人の母、お母さんなんですけど、うん、本当あの最後まで可愛かったです、もうずっと耳も遠くなって、あのちょっとね、あの会話にもちょっとこあの困ってはいたんですけど、うん、最後まで可愛かったですね、うん、うちのばあちゃん、父方は103歳まで、うんうん、あの元気で、あ、元気でって1年ぐらいはちょっとね病院に入ったんですけど、うん、それまではね本当に元気でな人でした、うん、それでね、あの一番の思い出っていうか、うん、ね、88歳の時ですね、うん、ちょうどたまたまね、まあ、兄弟でボウリング行こうかって、うん、家族でボウリング行こうかっていう時に、うん、ばあちゃんできないでしょうってどうするどうするってみんなね言ったら、うん、ばあちゃんがそれを聞き耳に、ね、立てて、うん、私やってみたかったよって言うから、うん、どうするどうするってみたいな、うんうん、軽いのもあるんじゃないのって、うん、そうそう7ポンドとかめっちゃ軽いのあるから大丈夫だよって言って、うんうん、めっちゃ軽いのを探してきたんですよ、うんうん、してまずはね、あの足、うんうん、あのサイズね、うんうん、ばあちゃんの足のサイズって私全然知らなくて、うん、っていうか、トモンハンとか言うんですよ。トモンハンってどういうことって言ったら、なんか 24.5 らしくて、結構大きい、ばあちゃん私より身長低いのに、うん、ばあちゃん間違ってるよ間違ってるよって言って、うんうん、何言ってるの、あんたが小さいんでしょとか言われて、うん、本当に 24.5 だったんですよ。すごい、私より小さいのに、うん、それでまあ、靴本当に 24.5 を履いて本当に履けたんですね、うんうん、めっちゃもう幅が広くて、うんうん、でその後、まあ、7ポンド持ってきたんですよ、うん、指が入らなくて、うん、しまったと思って、うんうん、してちょっと持ってきたら本当に14ポンド本当に重たいのしか、うんうん、指が入らなくて、うんうん、ばあちゃんこれ重たいからちょっとじゃあ1回投げて2回目は私が投げるからとか言って、うんうんうんって言ってやったらもうなんか軽いじゃんって言われて、うん、もうチャーナギですよ。次の日3ゲーム投げました。すごい、もうなんか隣の、ね、レーンからもみんななんか目を、うん、みたいな、あのおばあがそう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 、あんな重いボールをチャーナギしてるよみたいな、うん、それがですね、たまたままたねちょっとあの、うん、新聞に載りまして、うん、たまたま、うん、またどういうあれで、ね、これは、ちょっとばあちゃんの88のお祝いの時に、うん、でちょっと琉球新報ちょっとね、うん、あのちょっと知り合いがいまして、うん、その挨拶の中にそういうね、うん、
あの話を入れたんですよ、うん、したらその話が新聞に載って、うん、って感じで、そうそう、すごいさすがって感じで本当に元気でした、うんうん、いつもね本当に風邪ひいたのが見たことないぐらい、うんうん、なんかあったらね、うん、海で泳げみたいなね、うんうん、そうそう塩水そう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 、ね、塩でだったら何でもね治るみたいなはい、カープボーイカスさんから入ってますね。皆さんこんばんは。ボーリングは年齢層は広いですからね。確か沖縄に90代のプレイヤーいなかったっけな、80代だったからそれくらいの人がいたはずですよというか、ね、あの結構年齢いった方はあの経験者多いんですよね。だから一緒にやろうって言うとだからね、あの時代って、ね、もうちょっと見たことなかったんだよ最近ね、うん、ちょっとね90代とかって話、うん、うちの母も今85歳なんですけどボウリングやってまして、うん、毎週水曜日だからすごく楽しみにしてて、うんうん、だから水曜日あのなんか予定を作ると、うん、うーんでもなんか、ね、泣きそうになるそうそう水曜日はちょっと別の日にしてみたいな、うん、ちょっと生きがいになってますね。あらはい、DA からさすが三つのおばあちゃんパワフルで素敵ということで、トロンボンさん、うちのおじいは琉球古典音楽野村流の師範をした、生徒さんも結構いた。ちなみにおじさんも県外で琉球、沖縄民謡の会長をしている。だから自分は民謡古典エイサーが大嫌いです、そうなんですか好きになってくださいよああでもなんかその気持ち、うん、確かに、うん、まあ私のね父はちょっと英語の先生だったんですけど、うんうん、ちょっとね英語が嫌いでそんな感じですよね兄弟みんなちょっと英語、うん、ちょっとアレルギーで、うん、そんな感じかな、うん、でも今考えればね、うん、そうねね、うん、英語がちょっとねできればまた人生変わってたかなみたいな、うん、兄弟で話してます。そうね、うん、私も多分人生変わったかもしれないし今頃私アメリカあたりに行ってなんかやってたかもしれないし、ジャガーさんが敬老の日、元気で頭もしっかりしながら年を取れるのが理想ですが、うん、そうですよね。私の母はほぼ車椅子で認知症になってしまい、敬老の日も母の日も誕生日もわからなくてわからなくてなってしだいているのが寂しく辛いです。ピンピンコロリで年取っていく方法ないですかね。確かにね、だから本当にね、うん、どういうあれでね本当に認知症になるかっていうのはね、うん、ちょっとまだ分かんないですからね、うん、自分がいつっていうのを考えたら、うん、まあ私のおばもちょっとね認知症が入って結局最後亡くなっちゃったんですけれど、うん、そうなるのがね、うん、ちょっとね、そうだからあのまあうん、なんていうのかな、認知症なってもいいんだけど、うんうん、迷惑はかけたくないかな、うん、それは分からないからね、うん、だからそんなのがあるのでね、なんか少しでもなんかそういう認知症予防ができればなと思って、うんまあ、私はダンス習ってるんですけど、今男性役、うんうん、やっぱり逆になることでちょっと使ってないに、ねうん、頭も使えるかなと思ってね、うん、ちょっとでももうなんかね、うん、そういう対策をしようと今から頑張ってます。これとかいろいろありますからね。あとは、うん、あの私のですね、うんあのまあ、旦那の方のおばさんなんですけれど、うん今いくつかな、多分80超えてはいるとは思うんですが、うんまああのまあ、認知症なんですね、うんうん、だけど幸せな認知症ってこのことかなって思うくらい、本当にね、あの自分がもうボケててあの何を言ってるかわからないっていうことを理解してるんですね、うんうん、それでいていつも当たり柔らかくって、うんで嫁さんがねいつもあの幸せあの、ね、自分のあれがこう、うん、幸せだった頃に戻ってもうお母さん見てたら本当に幸せさって言ってるんですね、うん、だからそういう、ね、あの年の取り方も素敵だなって思いますね、うんみっちゃんから私はひいばあちゃん子で
ウチナーカンプを言っていました、うん、寿命で90歳で亡くなりましたが、うん、亡くなるその日まで元気いっぱいでした。ウチナー芝居も一緒に見に行くくらい元気なばあちゃん、ピンコロ目指します。うん、ね、あ、そういえば、うん、うち の, あのおばあちゃんとひいばあちゃんが、うん、あの今でいう双子親子、うん、本当にあの双子で2人寄り添っていつもどこにも歩いてたっていう感じでですね、うん、それも可愛かったですね、うん、はい、前にですね、私のお友達のおじいちゃんがちょっとあの、うん、認知症入ってるということで入院してたんですよ、うん、それでちょっとお見舞い行きたいからっていうことで、うん、もうちょっとね病院に行ったことがあるんですけどね、うん、もうまあ20年も前のことなんですけれど、うん、認知症のこの部屋って、うん、本当にくっ、ね、あのドアがついてなくて、うん、仕切りだけっていう感じなんですね、うん、したらあの私たちが入ってくるともうやっぱり鍵ついてるじゃないですか、うん、もうなんかパーってあの人が来たらね、うん、自分に会いに来たっていう感じでみんなね寄ってくるんですよ、はい、うんうん、したらえなんかすごい綺麗な格好してるんですね、綺麗、うんうん、な格好してるんで、あのえここの人なのかなとかね、うんうん、なんかねお客さんで来てるのかなっていう感じ だ,、うんうん、だと思ってたら、うんうん、なんとお着替えするんですよ、え、うん、なんとも、うんうん、したらこの人のね職業がなんとブティックにずっといて、うん、なんかもう最後まで本当なんだけど、もう本当に私たちがね1時間いる間に何回お着替えしたかな、うんうん、してあとはですね美容室ずっとやってた方、うんうん、ずっとね髪の毛解いてるんですよ人の、あそして隣のじいちゃんはずっと本読んでるんですね、うんうん、やっぱりなんか大学教授だったらしくてって、なんかね、生き様がそのままねえ、だから私何してるんだろうって本当にあの時思いました。眉描いちゃったねえ、なんかね、うん、自分のねやってることね、うん、すごい隣のベッド行って眉描こうねなんかもう眉で 80% 印象が変わるんだよってずっとみんなのメイクしてるかもね。ユーリン何してるかな。私何してるんだろう、みんなの邪魔してるもうね、なんかね、うん、楽しい老後を迎えたいですね。ですね。はい、まあ、みっちゃんから、はい、認知症予防は好き嫌いなく食べて、はい、いっぱい笑うことかなということで、じゃあ、言いますけれど認知症ならないかな。そうね、そういうふうに信じて行きたいかなと思いますね。本当かな。ゆりのお話の、お墓と。お嫁さん、ああ おばとお嫁さん素敵ですね。私も母もいい関係築いていかないとですね。私がもっと優しくならなきゃですね。反省です。いや、やっぱり実の娘は難しいと思いますよって、私も母に、ね、優しくないから。この間ユーリとあのお母さんとの会話、うん、なんか面白かった面白かった本当。はい、美女の起きて、もうそろそろお別れの時間です、はい、エンディングはですねおばあ自慢の爆弾鍋ビギンで、お届けしております。この後も、チャンネルそのままで番組をお楽しみください。それではまた来週もお聞きに来てください、はい、本番の相手は、ミッツーとユーリンでした。バイバイ、はい、トロンボンさん入ってる。あ、トラムさん、認知症予防は友達と喋り倒すこと。みーちゃんがありがとうってことで、今宵もお疲れ様でしたということで、ありがとうございます。リエありがとうね。ツイキャスの方あの終了させていただきます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。切れない。え？あれ？なんで？切れない。これ上に開けられ。